こんな夢を見た。腕組みをして枕元に座っていると、仰向きに寝た女が静かな声で言う。もう死にます。女は長い髪を枕に敷いて、輪郭の柔らかなウリザネ顔をその中に横たえている。真っ白な頬の底に暖かい血の色が程よく刺して、唇の色は無論赤い。到底死にそうには見えない。しかし女は静かな声ではっきり言った。もう死にます。自分も確かにこれは死ぬなと思った。そうかね。もう死ぬのかね。死にますとも。女はパッチリと目を開けた。大きな潤いのある目で、長いまつげに包まれた中は、ただ一面に真っ黒であった。その真っ黒な瞳の奥に自分の姿が鮮やかに浮かんでいる。自分は透き通るほど深く見えるこの黒目の艶を眺めて、これでも死ぬのかと思った。年頃に枕の傍らへ口をつけて、また聞き返した。死ぬんじゃなかろうね。大丈夫だろうね。でも死ぬんですもの。仕方がないわ。女は黒い目を眠そうに見張ったまま、やっぱり静かな声で言った。じゃあ私の顔が見えるかい？見えるかいって。そら、そこに映ってるじゃありませんか。女はにこりと笑ってみせた。自分は黙って顔を枕から離した。腕組みをしながら、どうしても死ぬのかな、と思った。しばらくして女がまたこう言った。死んだら埋めてください。大きな真珠貝で穴を掘って、そうして天から落ちてくる星の欠けを、墓印に置いてください。そうして墓のそばに待っていてください。また会いに来ますから。いつ会いに来るかね。日が出るでしょう。それから日が沈むでしょう。それからまた出るでしょう。そうしてまた沈むでしょう。あかん日が東から西へ、東から西へと落ちていくうちに、あなた待っていられますか？自分は黙ってうなずいた。女は静かな調子を一段張り上げて、思い切った声で言った。百年待っていてください。百年私の墓のそばに座って待っていてください。きっと会いに来ますから。待っている。すると黒い瞳の中に鮮やかに見えた自分の姿がぼーっと崩れてきた。静かな水が動いて映る影を乱したように流れ出したと思ったら、女の目がパチリと閉じた。長いまつげの間から涙が頬へ垂れた。もう死んでいた。自分はそれから庭へ降りて、真珠貝で穴を掘った。真珠貝は大きな滑らかな縁の鋭い貝であった。土をすくうたびに貝の裏に月の光が差してキラキラした。湿った土の匂いもした。穴はしばらくして掘れた。女をその中に入れた。そうして柔らかい土を上からそっとかけた。かけるたびに真珠貝の裏に月の光が差した。それから星の欠けの落ちたのを拾ってきて、軽く土の上へ乗せた。星の欠けは丸かった。
長い間、大空を落ちている間に、角が取れて滑らかになったんだろうと思った。抱き上げて、土の上へ置くうちに、自分の胸と手が少し暖かくなった。自分は苔の上に座った。これから100年の間、こうして待っているんだな、と考えながら、腕組みをして、丸い墓石を眺めていた。そのうちに、女の言った通り、火が東から出た。大きな赤い火であった。それがまた女の言った通り、やがて西へ落ちた。赤いまんまで、のっと落ちていった。一つ、と自分は感情した。しばらくするとまた、からくれないの点灯が、のそりと登ってきた。そうして、黙って沈んでしまった。二つ、と、また感情をした。自分はこういうふうに、一つ、二つ、と感情していくうちに、赤い火をいくつ見たか、わからない。感情をしても、感情をしても、しつくせないほど、赤い火が頭の上を通り越していった。それでも、百年が、まだ、来ない。しまいには、苔の生えた丸い石を眺めて、自分は女に騙されたのではなかろうか、と思い出した。すると、石の下から蓮に、自分の方へ向いて、青い茎が伸びてきた。見る間に長くなって、ちょうど、自分の胸のあたりまで来て、止まった。と、思うと、すらりと揺らぐ茎の頂に、心持ち、首を傾けていた、細長い一輪のつぼみが、ふっくらと花びらを開いた。真っ白な指が、花の先で、骨に応えるほど匂った。そこへ、遥かの上から、ぽたりと露が、落ちたので、花は、自分の重みで、ふらふらと、動いた。自分は首を前へ出して、冷たい露の滴る、白い花びらに、接吻した。自分が、百合から顔を離す拍子に、思わず、遠い空を見たら、暁の星がたった一つ、瞬いていた。百年は、もう、来ていたんだな、と、この時初めて、気がついた。